はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は南柏駅に来ております。というのもですね、先日動画でもお伺いしている麺屋シンクさん、前回はね、デカ盛りの方でいただいたんですけれども、やっぱりね、大きいものだと味がちょっと変わっちゃうと。なので本日はデカ盛りではなく、通常サイズでラーメンをいただきに伺いました。よいしょ。ということで本日お伺いするお店はこちらでございます。麺屋シンクさんでございます。はい、早速お店に突入したいと思います。ということで本日は麺屋シンクさんにお邪魔しました。それでね、こちらのお二人が店主さんと奥様でございます。冒頭でもお話ししたように、前回はすり鉢でデカ盛りのラーメンをいただいたんですけれども、今回は通常サイズのラーメンや限定メニューと計3種類いただいてまいりました。まだオープンしてから間もないということもあって、正直前回いただいた時よりも格段にうまくなっておりましたので、ぜひ本編の方もお楽しみください。たら食券と、今日いただくのはラーメンショーと混ぜそばと限定のトマティーナと味玉を3つと、はい、よとりあえず先食券と。はい、ということで1品目到着しました。よいしょ。1品目ね、ラーメンでございます。通常よりも豚とか、燻製味玉とかついてるんですけれども、初の並サイズラーメンでございます。それではいただきます。とまずスープと、よいしょ。よいしょ。ひとまずこちら野菜で、うわ、豚分厚いな、これ厚みもすっごいわ、これうまそう。続いてこちらの麺と、正直ね、前回来たのが約1ヶ月経ってるか経ってないかぐらい空いてるんですよね、期間が。でもこの期間でだいぶね、スープとかいじってるのか、このね、麺とスープの相性が抜群に良くなってる。うまっ。ちょっと前回もね、いただいてマジでうまかったんですけど、燻製の味玉でございます。これがね、とろっとろだし香りもすごいいいんですよ。黄身がね、こんな感じでございます。燻製にしてるんで半熟感は残ってるんですけど、水分だけ飛んでね、ジュレみたいなこういうとろっとろの黄身になっております。今回もね、もちろん生卵いただいておりますんで、ちょっとこれにつけていこうかな。こんな感じでございます。あー、うまそう。Thank you.
ということで、ただいまね、2杯目到着しました。2杯目はこちらのトマティーナでございます。今ね、もうめちゃめちゃいいトマトの酸味と豚骨感の香りがね、漂ってる。うまそう。それでは改めていただきます。スープと、あー、うまいな。ベースが豚なので、動物系のお肉と炒めたようなトマトの香り、コクもあるんですけれども、トマトジュースにも似たようなさっぱりとした酸味っていうのかな、生っぽいトマトの酸味もしっかり残ってるんで、このスープマジでうまい。二郎系とかがね、ちょっと苦手だなっていう、まあ、女性の方とかでもね、これいいと思う。早速2杯目はね、麺いっちゃいましょう。よいしょ。スープだけで飲んだ時のこの酸味っていうのかな、それがだいぶマイルドになって、豚の甘みとかね、小麦の甘みが感じるんで、またね、ちょっと単体で飲むのと味わいが全く変わりますね。3杯ともトッピングについてはお店にね、お任せしてるんですけど、こちらのトマティーナの無料トッピングにはバジルとかも、ありまして、バジルとね、この唐揚げのトッピング、これがスープに浸すとめっちゃめちゃ合うんですよ。ぜひね、このトマティーナ食べる方お試しください。春の陽気であったかいんですよ。もうね、ラーメン食ったら汗止まんなくなってきたんで、ちょっとタオル巻きます。熱い。よいしょ。はあ、よいしょ。こっちもうまそうでございます。絶対うまいじゃん。もしかしたら個人的にはね、ラーメンより生卵こっちの方が合うかもしれない。うまっ。うん、うん、そしたらこちらもね、卵でラストでございます。かわいい感じの、うん、かわいい感じの
はい、ということでただいまね3杯目到着しました。3杯目はねまぜそばでございます。つい最近できた新メニューみたいでして、まあ、これもねデフォルトのレギュラーメニューには昇格してるんですけど、3杯目はね、こちらのまぜそばをいただきます。それではいただきます。ひとまずこちらの卵黄バガット、ベースの醤油の返しのねキリッとした感じ、これも残ってるし、無料トッピングに鰹節があるんですけど、これを混ぜることによってこの香りがねブワッと飛んでくるんですよ。一番ね和風っぽいような味付けにはなってるんですけれども、トッピングのね、まあ、ガリマヨとか何よりねこのフライドオニオンかな、このねサクサク感がいい、食感の変化もあるし味香り食感ともに全部いい、うまい。ガリマヨをあえてみました。うま。そしたらね、混ぜそばは生卵。よっと。そしたらね、こちらで最後の一口でございます。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね3杯完食したんですけれども、正直1ヶ月ぐらい前に来た時よりもラーメンがねもうとにかくうまくなってました。もちろんね前回も美味しかったんですけれども、まあ、ここの店主さんがねいろいろこだわりが強かったりとか、本当にラーメン愛に溢れる人なので、来るたびに美味しくなるラーメン屋さんでございます。まだねオープンしてから数ヶ月ではございますが、有名な老舗にも負けないぐらいうまい二郎系ラーメンがいただけますんで、ぜひ気になった方はねこちらの麺屋シンクさんで美味しいラーメンを食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。